はい、今日は2019年9月15日です。BMW からですね、新しく発売されました R1250RS を、試乗しております。と今街中、都内の、街中を走っておりますが、街中でね、どんな取り回しなのかちょっと、確かめてみたいと思います。このやっぱ液晶ディスプレイが見やすいですよね。で、結構いろいろ表示が変えられるようで、この車体はあのガソリンのあるなしがこうブロックで表示されるようになってますね。で、あと温度計もとか時計がついてて、あとギアですね、何速に入ってるか、タコメーター、スピードメーターがついてますね。で、クイックシフター2速に入れるときがやっぱちょっとショックあるんですけど、まあその辺はご愛嬌ということで。クイックシフターはね、KTM のやつがものすごいスムーズなんで、まあ、これちょっと BMW はちょっと渋いなと思っちゃうんですけど、まあでもそんなに違和感はないですね。エンジンがね、排気量がちょっと上がって、デバイスもね、シフトカムとかいうデバイスもついたんで、街中でも乗りやすくなってる気がしますね。まあこれぐらいの排気量になると街中ではトップギアまで入れることはまあないとは思うんですけど、でも意外に高いギアでもスムーズに走りますね。重量結構あると思うんですけど、乗ってる分には全然重さ感じないですね。取り回し、ハンドリングは軽いです。と今ダイナミックレンジに入ってますね。強いですね。で、これモードを変えると、スロットルのこの出力の出方が変わるんですけど、同時にサスペンションの減衰力も変わるみたいで、ダイナミックにすると結構固めですね。もうこの辺はね、明らかに違うのが分かりますね。ちなみに今度じゃあ、
ロードにしてみます。ロードにするとね、やっぱりサスが柔らかめになって、足つきも若干、足つきはそんな変わんないかな、沈み込みが変わるのかな。でスロットルもね、あんまり敏感じゃなくなるんで、街乗りはやっぱロードかレインかってことだと思いますね。クラッチは軽いですね、相変わらず。でこれビッグボアのツインなんですけど、恐ろしいぐらいスムーズなんですよね。KTM と全然違う、もう対極にあるツインエンジンですよね、本当に。でこれキーはですね、ここに刺さなくていいんですよね。今ちょっとここをくっつけてますけど、これ持ってればいいってことなんで、まあ車のような感じですよね。発進スムーズですね。ハンドリング軽やかですね、重いのにね。でなんか、まあ、ちょっと坂道走ってないですけど、これ聞いたところによると、あのヒルスタートアシストがついたらしく、なんかもうその辺も車並みの装備なんですけど、まあバイクはね、坂道発進そんな難しくないんで、まあその辺はどうでもいいかなっていう気はするんですけど、今の交差点もね、あの低速で、まあ当然街中なんで曲がるんですけど、すごいスムーズなんですよね。まあ、このぐらいの排気量になると1速か2速だとは思うんですけど、すごいスムーズに街中も走れますね。これオートシフターはですね、1速から2速上げるときはちょっとあれなんですよ、あのクラッチ切った方がスムーズにはスムーズですね。まあ、クラッチ切らなくてもいいんですけど、KTM と比べるとね、どうしてもその辺のスムーズさは気になっちゃいますよね。ほら、こういうカーブもすごいスムーズということでですね、これ街乗りでもすごいいいですね。まあ、車庫から出すときとか、出先でちょっと動かすときの取り回しだけはちょっと重たいですけど、まあ、乗る分にはね、街乗りでも全然大丈夫みたいな感じですね。じゃあちょっと試乗 R1250RS の試乗編、街乗りでした。それでは。